んばんは、アバンギルドのブッキングの亮太郎です。今日は2020年10月4日日曜日、京都木屋町にある多角的アートスペースアバンギルドにて、UR ラジオ食堂と題して公開収録しております。UR レディオ本日87回目となります。本日のゲスト北まりさんです。はい、北まりです。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。なんかこうちょっと歴史というか、はい、調べてましてですね、ラジオ出てもらったのが6年前、はいはい、UR レディオ18回目の時に1回出ていただいてて、で2年前か、はい、竹千代さんと、まあ、あのフォーダンサーズ100回記念の、まあ、トークというか口大会というか、まあ、そういうので出ていただいたんですけど、なんかその時の写真見るとさ、はい、この机がまあ言ったら普段通りで距離近っですよね。なんかあれはあれでなんかちょっとおかしかったんかなっていうぐらい、なんか距離が近いことが、うん、なんかさ、うん、こうしばらくなんかこれで、まあ、ラジオはこれで基本的にやってるから、これが普通になるとめっちゃ近いって思うようになるんやろうなと思ってそういうことをちょっとなんか思ってたりしてたんですけども、はい、どうですか。何がでしょう。まあとりあえずこの間の内橋さんお疲れさんでした。ありがとうございました。本当になんかね、うん、呪いやこれかな呪いやな、まあ、呪いですね、はい、いやほんまに、いや本当にめっちゃなんかちょっと北まり可愛いなと思った な, なんか緊張の仕方ですか。もう緊張の仕方、はい、かなり即興の、まあ、最初の前半のあのグダグダな感じとかほんまになんやろ、ああもう全然あかんねんやみたいな、なんか普段絶対見せへんような感じのところがさ、すごい出ててさ、はい、でもやっぱ後半はめちゃめちゃかっこよかったし、はいはいはい、面白いなと思って人間ってなんかこの間のみどりちゃんもそうやけど、はい、なんかみんないろんなところでバランスをとってんねやなっていうのがこう見えてめちゃめちゃ面白かった。なるほどなるほどなるほど、うん、いや楽しかったです ね, ね、うん、やっぱ緊張しましたか、あれは。いや緊張しましたよ、あれは。だってそらせやわな。いや緊張しましたね、本当に。 そしてなんていうのかな、自分でなんかこう緊張を増幅させるタスクを自分に課せたから。あーなるほどね、うん、はあはあ、あえてね、そうやね、そうですね。なんであんなことしたんやって思うぐらいさ、ほんまにね、なんであんなことしようと思ったんやろうって思ったギリギリまで悩んでたもん。悩んでたね、うん、まあでもできてよかったです。そうやね、はい、いやいやいや面白かったですまあでもなんやかんや言ってさ、うん、こうまあ即興っていうものをさ、はい、それこそ2年ぐらい前か、その、うん、北まりがここで上映会&僕と陽介と西光さんと、はい、あれ2年前、あれ2018年2年前か2年前ぐらいにやってて、うん、でなんか忘れもせえへん、その最後僕やって、うん、まあ、1時間ずつの即興やったやんか、うん、ほいで終わった後に僕と1時間やった後すぐに、うん、私もうフォーダンサーズ出えへんって言って30分に慣れすぎてるって言って、でそっからちょっと違いのようにこう時間をどん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 増やしていくっていうあれをずっとやってたじゃないですか。はい、北まりダンス食堂ね、そこから。それでまあそれをちょっと、はい、まあずっとやってたから、はい、うん、逆にこの間の30分の内橋さんの即興ってすごいしんどかったんかなとかって思ったけど、うん、そういうのあったりする。違いますね、時間的なしんどさじゃなくてやっぱ内橋さんっていうこうね、うん、憧れすぎて、うん、やばいっていう、うん、こうその上なんかこうね、もうやれもしないのにねやれもしないのにちょっと維新派っぽいことをやりたいという全然維新派っぽくなかったしなね、ピンマイクを持ち込んでちょっとこう、ね、あ、内橋さんのリズムに合わせてちょっとこうセリフを乗せたいという普段やらないし、やれる
ような気がしないことをやろうと思って。内田さんに金払わなあかんやつだそれで考えればね。いやまあまあその即興を、はい、まあ、はい、ね1時間半2時間2時間半3時間3時間半でまあ今年の3月ほんまそのあのコロナギリギリの時ですわね、はい、4時間やってっていうのでどうですかその流れをずっとやってきてなんかね、うん、あのこう訳が分からなくなる瞬間の後がすっごくいいんですよね、うん状態としてはそれってだんだんとやっぱこう長い時間やってるからずれてってる感じはあるずれてますよねだって、うん、あの1時間半までは、うん、あの実際舞台で1時間半の作品っていうのは何度か踊ったことはあるから、まあまあ、あの体感としての1時間半は分かるんですよ、うんうん、で1時間半の次が丈太郎さんだったのか、うん、選曲さああそうやねそうですね、うん、でやっぱりこう体感として踊ったことない30分が毎回来るんですよ、うんはいはいはい、でその30分の時間が一番きつくてまだなんて言ってたもんねまだなんていうのともうあのいろんな手段を出しましたけど、はいはいはい、まだありますかっていうこう最後の30分がねもう4時間ぐらいみたいな感じ毎回 あれがなんかねたまんなくいいです、うん、ちょっとマイク上上げてもらってちょっとだけで、うん、ありがとうございます。そうか。なんかでもそれで言ったらどこまで伸ばしていくんやろうなっていう。いや一応4時間でこの前あの3月の4時間で終わらせるだっていうこう4時間以上踊れたところでね。うんうんっていう、 そうやな今後の発展なんかこう夜通しの祭りに呼ばれるしかもうこれをこう活かせる現場はないのでそうや、まあ、でもまあキリがいいなキリがいいのかわかんないけどね4時間で終わらせようと思ったけどまあこういう状況にコロナ禍に4月5月入って、はいはいはい、まあキープザーヴァンギルドというね、うんはいはい、そうね、ありがとうございます、うん、本当に、いやなんかでもあのキープザーヴァンギルドのその何を売ろうかみたいなところでその選曲権っていうのを持ってきたときにさすがやなと思いましたねこれは面白いわと、うんうん、なんかそれはなんかこうなんやろうな、まあ、キーパーヴァンギルド自体がこうなんていうかなこうアーティストが何を出してくるのかってい こうドキドキ感の中で、まあ、続いてたっていうか、まあ、一応まだ続いてはいてんねんけどなんかそういうのがあったのもすごい面白かったなとそう相当考えてねやっぱ、うん、でもね、ダンスってやっぱ生ものやから、うん、どうそのアバンギルドで踊った映像をアップするのかとか、うんうん、なんかこうどういったものをこう、はいはい、販売しようかってなった時に、まあ、悩んで、まあ、選曲権と振付権っていうのをね、うんうんうん、考えてただ振付権はやっぱりこう直接会わなでけへんまあまあそういうこと、うん、っていうオンラインで振付っていうのはやっぱりちょっと私の考え方ではようやらんなとは思って、うんでも選挙権はなんかね、まあ、そういうふうにやってたから、うんうん、ダンス食堂自体もこう遠隔操作でずっとその選挙した人が現場に来ないで、うんうん、あの事前に音を送るっていうかそもそもやけどその最初はあのこう北まりの、 あの iPod をシャッフルで流すっていう感じでやってたりとかっていうか それからまあ30分ずつ増やしていくっていうこと、はいはい、自体は決まってたんや。いや決まってないですよ。あだからそうなんや。そうだから、うん、あれあのね2018年に、まあうん、一応こう3日間のイベントで凌介と西郷さんと亮太郎さんと1日1時間のセッションやった時に、うんはいはい、まあ反省したわけじゃないですか。うんあのアバンギルドで踊るときに30分で持ち上げる体になってるから、はいはいはい、完結させようと思ってる体になってるのがすっごい嫌で、うん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 、であなんかこう1時間の即興1時間アバンギルドで踊る体はもうちょっとやりたいなという1時間以上、うん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 、でそれでまあとりあえずでもまあ同じ時間だとつまんないから次2回目は伸ばして30分伸ばして、うんまあ、iPod 自分の iPod をシャッフル再生してやった後に亮太郎さんがお前の iPod の中身おもろないなって言ったからいやいや iPod の中身がおもんないんじゃなくてiPod いやそれはあの訂正させていただきます あの違いますよ、はい、あのいや別に iPod の内容はいいねんけど、うん、結局その、まあ、北まりが普段聴いてる曲やから、うん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 、別に何て言うんかな
普通やんってなってしまって、そこになんか即興性があるのかって言われると なんか違うんじゃないのっていうのでまあ言わせていただいただけで、そうですね、だから3回目は亮太郎さんにじゃあ選曲してください、そうそうそう、まさかそういう風に来るのかみたいな感じやったのはあったんですけど、そうですね、でも亮太郎さんの時の選曲はこうオンタイムで曲を流してたじゃないですか、はいはい、そうやね、うん、そこで何を流すか決めつつ、うん、こう踊りを見ながらっていうライブで流していくっていうやつ、確かにそうだね、であれ3回目はそうかで4回目は、うん、まあ、見ず知らずまだ1回しか現場でお会いしたことがなくて、うん、打ち上げでちょっと喋っただけの東京の音響の人に頼んだんですよね、うんうん、いや、よかったよね、そう、あれは2時間か、うん、そう2時間でなんかこう人柄を知らないし、うん、その現場でねお会いしたけど、うん、あのアシスタントで入ったから、うんうん、あのどういう方かも全然わからない人、原田さんとの選曲はねこう選曲でその曲を聴きながらこの人こういう人なんだろうなっていうことを想像するような時間だったので、あれは面白かったですね、うん、そして異様に踊りやすい選曲でしたね、なるほどね、そうなんか踊らしてくるなっていうか、やっぱり想像してくれてるから私のダンスを見てくれてるので、なるほどね、想像して選曲されたなという感じでしたけど、でなんやその後は多田純之助、あ、多田さんが2時間半ん、いや、3時間違う、3時間か、はい、この辺からもわけが分かんなくなってきますねで、木下くんが3時間半ね、はい、で、この2人はね、やっぱ仕事長いことやってたから、はいはいはい、この10年間ぐらいね、はい、ずっと一緒に仕事してるからうん、うん、あの選ぶ曲分かるんですわ、大体ーーそしてこの曲の後この後こう来るなっていうか、うん、ある意味ドラマ剣的な演出が見えるのよなるほど、だからね、はいはいはい、曲で踊るっていうよりかは、はいはい、作品のそうそう、この演出に乗るか乗らないかみたいな、なるほどね、はいはいはい、そう意図がすっごい見えるから、なんか踊っててすっごい腹が立つっていうあの状態になって、あの終わった後にすっごい文句のメールを送ったり文句を言ったりとかするっていう反省点がありました、なるほどねそうで、まあ、一応4時間で終わるつもりだったからね、あの、うん、4時間の時、はいはい、7回目は3月はね、あの3人ミュージシャン、うんうんうん、一緒にお願いして、いや面白かったですよ、いやあれ面白かったですね、でもあれ あっという間やったね、なんか全然俺4時間何しようかなとか、そうね、私もなんか4時間もっと長いかと思ったけど、やっぱ生演奏はね、うん、もう陽介が1時間ベルを振り続けてたとかさ、なあすげえなと思った、やっぱ途中でカレー食ってなそう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 でしかもそうね、結構舞台上であのミュージシャンもね、うん、あのずっと舞台上にないからあっち行ったりこっち行ったりだから、うん、ある意味一緒に踊ってるような感覚があったので、なるほどね、そうなんか本当に短く感じたけれど、まあ今回は4時間半そうですね、ね、あの全くわからないけれど、まあ次がね4時間半ということでということでということで、まあ10月17日土曜日なんですけど、はい、でもなんかほんま思うのは毎回みんなこう頭から来て、まあもちろん来れない人もいてるからあれやけど、最初から最後まで結構きちんといてはるなってイメージが、ね、すごいですねあれね、うん、だから大変なんが、まあ、照明のだからちゃんとか、ね、大変やろうなと思いながら、そうそう、かといってまあでも、え、これって4時間5時間とかもあんの、いや、あのいや4時間半で終わりたいと思ってますよ、あまあまあね、いつだってもう終わらないと分かんないですそうやな、ね、終わったらもうちょっとやりたいって思ったらやるかもしれないですけど、まあそれが1時間ずつ増えてりゃ終わるだかもしれんけど、30分ずつっていうのが微妙なのかな、何がでしょう、いやいや、だからこう30分ずつ増やしてるやんか、はい、これが1時間ずつ増やしてたとしたら、はい、もうそれこそ3時間でいいかっていう形にもなったんかもしれんなとかって思ったりはしてて、でもまだこう4時間やってもまだいけるわっていう何かしらがあるわけやろ、あと30分やったらいけるわってまだって思ってるわけやんか、せやね、せやね、可能性があるなって、これがまたさらに1時間プラスやったらちょっとないかなって、せやね、うん、やっぱり30分ずつやったらなんか可能性を感じるわけですよ、ね、で15分ずつってちょっとこうね、うん、なんか中途半端、中途半端やないですか、うんうん、なるほどね、そうかそうか、
まあでもそのさっきの話じゃないけど、うん、そのこうコロナの時に それこそオンラインで振り付けとかは一切やらずみたいな感じ。やらないね、うん、コロナの時って何してたの。まあいわゆる4月5月散歩あと片付け。片付け、あなるほど。割と一般の人と一緒なんだ。一般の人ですよ。そうかそうか、うん、そうで結構ねいろんな思い出の品が出てきて、はいはいはい、あそう今日持ってこようと思って忘れたんですけど、あの学生時代に岩下徹さんの授業を受けてて即興のね、はいはいはい、その時のレポートが結構面白くて、即興とは何かっていうことをね散文みたいに書いてるんですけど、まあその時も振り付けしてたから、はい、振り付けとは至福の時間を想像することだって、で即興とは奇跡を起こすことだって書いてて、素敵やね。素敵やね、うん、実は言うと内田さんの時、岩下さん声かけたんやね、うん、俺。あ、本当に、ただスケジュール的に合わなくて、だから梅津さんの時にも声かけたんやけど、まあその時は梅津さんの方から言ってくれたから、まあ岩下さんにこう、あの内田さんの時にも一応お声かけをさせていただいたんですけど、すごく丁寧なあのメールで、あの、まあ、スケジュールが合わないということで、残念ですけど、ね、まあ、次内橋さんがもしやりたいって言ってくれたら、この間でも内橋さんが思ったより疲れたわって言ってくれたのが僕すごい嬉しくてこの人ほんまに本気で 4人やってくれたんやなっていうのが、いやいや、本気やった ね、うん、あの日、ね、うん、なんかそれがすごい嬉しくてね。いや楽しかったよ。そっかそっか、まあまあその最近またこう、まあ、やることがいろいろもう 限られてるというか、はい、まあ、僕の個人的な話なんですけど、はい、そのまあ、ちょっといろんな、まあ、その今回のこのコロナってものがどういうふうにこう社会とか、うん、まあ、そのまあ舞台芸術とか、まあ、ライブハウスもそうやし、うん、まあ、そのもちろん経済とかも社会のあり方に対してもどういう影響を与えてるのかなみたいなところをちょっとなんか自分なりに本とかも読んでリサーチとかもしてて、で北森はどういうふうに、まあそのこのラジオ、まあその6月か、まあでもその前から一応千石くんと山内浩太読んで、まあだからこう6月からいきなりやっていいって言われても、その店のそのイベントなんてすぐできるわけないし、うん、っていうので、まあ、とりあえずラジオから始めようかなみたいな感じで、まあ、そこから割とたくさんの人をこうラジオに来てもらって、まあ、そのコロナの時どうしてたみたいな話を、うん、まあ、まだ最中ではあったけど、まあ、そのみんながどういうふうに捉えてるのかなっていう話をこう、まあ、みんなにそれぞれ聞いてるんですが、北森自体はそのどういうふうに捉えてたりしてるんかなとかって思って。だけどね、うん、そんなっていう感じではいたんですけど、うん、なんか、まあ、4月5月はね本当にそんな、北森自身はなんかその大きい公演が飛んだりしたっていうのは、うん、と細かいイベント、だいたい大きい公演はねやっぱり助成金の関係があって、うん、後半に持っていくので、はいはいはい、秋以降に持っていくので、はいはい、前半はねある意味、まあ、ちっちゃいイベントがパツパツパツっと、うん、でオリンピックがね本当はあったのかなっていうとか、ね、で、まあ、東京でちょっとそういうイベントとか出るとかは全部、まあまあ、秋まで、まあ、年内は全部飛んだんですよ。まあまあそう、まあ、飛んで、だけどなんだろう、 あと4月5月はねなんか私こうここ2年ぐらいこう夏場になると中国の辺鄙なところに行くんですけど、その滞在場所にいるような気持ち。あ、なるほどね。そうそう、今日は何しよっかな、はっはっはみたいな、こうじゃああの山登ってみようかな、はっはっはみたいな、そういう感じで、なんかその感覚は特にあのしんどいっていう感じはなかったかな。で、まあなんかみんなわーっとなってて、だけど私オンラインで舞台作品見れないから、うんうん、で、まあなんかみんなオンラインやってるなって思いながら思いながら見ずに、そうで、キープザーバンキルドに何出そうかなっていうことをずっと考えていて、で、まあ、6月になってね、はい、徐々にイベントが開催できるようになって、うん、まあここそうやね、6月あれやもんな、エースホテルで、あ、そうや、あれかや、あのきつい1日3ステ
3日間やったっけ。そうそうそう、えらい目に遭うたよ。あれはね、そうそう、あれがあって、ここで、デュオ食堂ゼロ回、ねはいはいはい、っていうので1回やって、桂寛さんかな。そうか、そうか。そうっていう感じで。なるほど。でも、先週は内橋さんで、昨日ニューブランシェでまた、ソートルで一緒にやった、ニャニックとやったけど、なんかこう、あ、そう、気づいたのが生演奏の現場しかないから、あなるほど、コロナになってから、これはちょっとこう、いいのか悪いのか。まあ、いい、私は嬉しいんやけどね、嬉しいんやけど、まあ逆にその、みんなどっかでちょっとオンラインを意識してるのか、はいはいはい、っていうことなのか、なるほど、ね、なんかそれは非常にこう、嬉しい誤算っていう感じはしますけどね、うん、そうやね、オンラインやったらいわゆる規制局とか使えへんもん。そうそう、まあ、あとやっぱり補助金が多いから、うん、なんかこう、京都から出ないとやっぱりこう今までってちゃんとした条件での現場ってなかった、うんはいはい、あんま数少なかったんですけど、なんかやっぱり取りやすい補助金があると、うんうん、みんな企画をね考えて補助金取ってくるから、こう京都内での現場が増えたから、はいはいはい、それはすごくありがたいなと思って。そうね、本来はまあそういうもんであるべきやったわけやもんね。そうそう、文化予算っていうのは地方にもちゃんと回すべきものなんだけど、いつもはやっぱり審査員っていうのは関東に集まっているから、なるほど、そうで狭きもんなので、ゆうたかってだからやっぱり地方で開催されるイベントっていうのは非常に、うんうん、その助成金なりを取ってやるっていうものは少ないんだけど、まあこの事態になってそれが増えたことによって、なんかこうミュージシャンなり何なり、うんうんうん、声かけてくれるのは嬉しいなと思いますね。確かにそうやね、うん、だからこう結局その地方でやって、まあ、その中央からもらった助成金をでその地方で何かやるにしても東京から呼んでたりとかっていうことが逆にできへんようになった分だけ、そのローカルはローカルで、うん、そのまあイベントをまあ考えて、まあ、そこにきちんと予算がつくんであれば、うんうん、そこの中のローカルのアーティストがきちんと、まあ、出演もできて、なおかつきちんとそこで、まあ、そのギャラなりをきちんともらえるっていうシチュエーションっていうのは、うん、確かにすごいいい話ではある、ね、いい話だし、うんうん、まあ、こういうことが本当にその文化を発展させる、うんうんうん、あの仕組み に、うんうん、にちゃんと なんかなったなっていう感じはしますね、うんうんうん、やっぱりこう一回審査落ちるとみんな出さなくなっちゃうから、結構今回もね、その補助金とかの申請で、うん、助成金とかでね、うん、こう出したことないからどうしたらいいか分かんないっていうアーティストが非常に多かった、うんうん、けどやっぱりこう出したら取れるっていうことにさえ気づかなかった人たちがちゃんとそれを、ね、活用できて、そうやね、そうそう、うん、できることが非常に、そうかそうか、うん、まあまあそれこそそのコロナの影響でいわゆるこう地方分権が進むんじゃないかみたいなところも、うん、まあそれはなんていうかな、まあ元からあった問題であって、まあ、そのいろんなものがこう問題が表面化したっていうところで、まあそうですし、そのコロナ後の、まあ、いわゆるニューノーマルと言われるような世界みたいなところがなんかその今までのこう問題がまあ表面化したことによって、うん、そのなんていうかな、こう逆すごく、まあ、よく変われるタイミングとして捉えられればすごいいいことやなみたいな話は、まあ、いろんなところで、まあ、そういう意見みたいなのはいろんな人がまあ書いてあるし、まあ、僕自身もそういうふうに思ってたりはしてたんやけど、まあでもあれやね、やっぱなんかほんまそのラジオいろんな人出てもうたけど、みんなそんな感じやね、あんまりこうまあでもこいやなんとかなるでしょうみたいな感じの人たち、うん、まあタフな人が多いのか、やっぱり地方で活動してるってそういうスタンスじゃないですか、うん、まあね、うん、なんかやっぱりこう時間軸とか状況が違うから、いやなんかそれを聞いていろいろホッとはしてんねんけど、うん、僕もなんかそのなんかこう悲観的になったら嫌やなっていう部分もあるし、うん、なんていうかね、まあ先が見えないっていうことは、まあある意味面白いように変わる可能性は大いにあるんやろうなっていうふうに、うん、
もうそのなんかでもずっとその自分たちのできる限り、まあ、手の内でできることをやろうと思ってた、うんうん、やってきたっていうことなと思います、うんうん、まあまあそういうことだよね、行政やね、うん、まあそういったものに頼らずずっとね、うん、やってきたから、そうやね、そこはもう、うん、ね、まあでもそうやな、うん、なんか来年以降とかいろいろこう動きとかもう動き出してたりするの？いや考えてますよ、来年度の事業は、もうそろそろそういう時期なんで、なるほど、ね、そう。これがね、まあね、まあ、でもまあまあまあそんな大きな花火はあげないつもりでやろうかなという気はしますけど、ね、去年は割といろいろやってたもんね。去年何しとったかな、ちょっと待ってよ、うん、大きい花火いっぱいあった気がする、うんうんうん、愛宕山、愛宕山、それから春秋館でやったやつ、まあ、まあ、いないもあったな、そうマーラーもやったし、うん、まあ、あの娘道成寺フルオケっていうかね、長唄連中とやるっていう、去年結構大きい舞台が多かったので、うん、そうですね、うん、いやいや、あの全部見に行かせていただきました、ね、ありがとうございます、いや面白かったですね、いろいろほんまに、なんかすごいね、毎回攻めるよね、きちんと北まりはね、いやね、やったことないことをしたいやん、うん、いやなんかそれをが毎回あるからこう、まあね、こっからどうなるのかなとかって思いつつも、なんやろうね、ほんまこう特にこういう、まあ、僕の場合は、まあ、箱を管理してる状況ではあるから、はい、なんか箱がとして何ができんのやろうみたいなところをこう考えつつも、まあなんとでもなるかみたいなこう部分もありつつも、なんかその決して悲観的にはなってはいないんやけど、うん、まあ、年内はなんとか持つかなと思ってるけど、来年以降どういうふうにこう回したらいけんのかなっていうところはなんか日々考えてるし、それこそフィギュアを作りたいとかっていう話もまだ一応残ってたりもするからね、俺の中では、うんうんうん、まあ、それで補助金取れたらめっちゃ面白かったろうなと思ってたけどね、でもなんか欲しくない？何がですか？フィギュア。フィギュアね、いやもうそのね、ごめんね、私もう、もう散々それはっていう話をしたけれど、ね、でも、ゆうらべさんのフィギュア、こんくらいのフィギュアあったら、うん、買うやろ。まあね、一応買うけど、一応買うけどさ、買うよ。やろ？買うけど、でもこのね、ゆうらべさんのね、フィギュアを、うん、購入する人は、うん、世界であどれぐらいやっていう、私はね、ゆらべさんの世界で3の指の入るファンだから買うけども、うんうん、で、私はゆらべさんを生き仏だと思ってるから買うけども神棚に飾りますけどもそうそう、なかなかね、そうそう、どうだろうね、フィギュアよりそうね、なるほどね、いやまあまあさっきの話じゃないけど、はい、その配信とかさ、うんうん、そのやっぱそういう方向に、まあ、まあ、まあ業界的にはどんどん走っ、うん、まあ、まあ、そのコロナ以前から割とそういう動きはあったし、うんうん、だけどそういう方向性にうちは多分いかんのやろうなって、いかんでいい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 ですよけど、何かしらでも手は考えないかなとか、 DVD ボックスとか作りますフォーダンサーズ DVD ボックスとか、はあ、そっちの方がまだ売れねえだろそれ、いや この DVD ボックスで関西の全てがわかるみたいな、だって今時さ、うん、もうみんなネットでわかるやん、私は DVD を買い漁ってますよそれこそ他誰がおんねんみたいな話、うん、DVD ボックスか、うん、ボックスにすると買う、なるほどね、あそうか、フォーダンサーの DVD ボックスか、ほらやっぱりコロナ始まってからね、人数制限もあるし、そうそうそう、うん、
まあでもフォーダンサーズに関しては、うん、コロナ以前より人来てるなっていう感じになってるから、まあね、そうやね、まあ、ミルドはね、まあもちろんその補助金助成金いただいたっていうのもあって、まあ成り立ってる部分っていうのもあんねんけど、そうだね、そうかそうか。でもまあそれで言ったら、まあダンス公演とかはまだしばらくは全然、まあでもいろいろ始まってますけどね、うん、劇場も始まってるし、あ、いやいや北まり自身、ね、私はね、うん、そうね、新作もともと今年2月なので、ああああ、うん、だからそうか、そう、まあまあ来週、明日から稽古始まるのか、そうそう、ああ、うん、明日から稽古始めて、まあ、2月だから、まあ、状況見ながら、うん、しかも東京でだから状況見ながらっていう感じやけど、うん、まあこうね、その言っても長い間踊り続けてるわけじゃないですか、はい、北まりさんって、はい、でそのやっぱこうなんていうの、紆余曲折じゃないけど、はい、まあありつつも、はい、なんか今はどういうふうに今のこの、まあその別にコロナあろうがなかろうがっていう部分もあったやろうし、うん、どういうふうにその、まあ、ダンサーというか、うん、まあまあ、振り付け家としてでもいいし、何かしらこう次の展望というかっていうのをなんか考えてたりするのかな。いっぱいある。いっぱいあるね。いっぱいある。やりたいことはね、もう生きてる間に全部できへんのちゃうかってぐらいストックはあるんですよ、やりたいストックはね。で、そう、でもやっぱりね、集団作りたいね、最近思うわ。カンパニーってこと。うん、そうかそうか、うん、そう、え、キキキキキキ、はい、キキ、ちょっと待ってキキキキキキキ、何個あんの？6個。キキキキキキか、はい、は、まあ一応今はそのカンパニーとしてやってなくて、まあ、そうですね、ソロユニットとして2年前にソロユニットにしましたけど、いや、でも集団はやっぱいいなって、ほら、ラクダ科の合宿今年の夏行ってしまったからなるほど。そうで、この前内橋さんとやる前にもう維新派の DVD を見まくってたのでもう本当に集団がやりたくてやりたくてしょうがないんですが、それの演出をやりたいってこと。そうですね、振、はいはい、付け、はい、やっぱり集団作品作りたいなっていう欲求が最近とても生まれているなと思うけど、いや作ってよ。いや作りたい。なんか維新派なくなって維新派ロスみたいなのがさ、そうあるね、あるよね。ある、うん、すっげえ。毎年のお祭りだったから、うん、のな、そういうところで言えばね、そうやりたいなとは思いながら、ちょっとまあ、うん、まあそういうことは考えるけど、まあでもまあね、手短なところから始めようかなとは思ってます、うん、今は、うん、手短というか、うん、なんかね、やっぱりあのダンス歴25年以上のシニア層を振り付けたくて今、うんうんうん、それをグループで、グループでややこしい現場やろうね。めんどくさいでしょうね。みんな全然価値観違うから、なんかそういう集団、はいはい、やっぱり価値観が違う集団の方が面白いなと思って、まあもちろんね、うん、なんかそういうものをやりたいなというのは展望としてはあるけれど、まあね、今までやってきたこともいろいろあるから、それも続けるし、はい、っていうことですよね。なるほどね、それは面白いな、確かに。そう、だからどうね、やっぱ若い子も好きよ、うん、ってい いうのはある。好きでしょ、あなた。好きなんすよ、うん、若い子、うん、若いダンサーってなんであんなに屈託がないんやろね。いや、それでいいやろ。そう、だからね、ああいう体、あのな、鮮度がある体もやっぱ好きやね、うんうんうん、そう、なんかそういうものをね、こうミックスさせるようなことをしたいなとは思ってるし、最近の若い、前も聞いたもんね、うん、最近の若いダンサーでこの子おもろいっていうのは誰かいたりします？まあ、名指しというのはないけれど、うんうん、なんかこの前、そう、集団やっぱやりたいなと思ったのは、去年近畿大学のね、舞台芸術専攻の舞踊をやってる子と作品作って、まあ、16人いたのかな、久しぶりに群舞作って、で、この前彼らの卒業制作見に行って、うん、で、大阪ってもうないのよ、何もダンスの現場が。
あ、その箱がないって箱っていうか、そういうその動きオーガナイザーみたいなものもないし、あ、まあ、昔はね、まあ、ダンスボックスが大阪にあったとかあって、まあ、大阪のダンスって盛んやったんやけど、今何もないから、この子らが踊りたいと思っても、大阪ではね、みんなユニバに就職するぐらいしかないわけですよ。ストリートやってる子はな、まだスポ元気やからあれやけど、なんかそう思った時になんかこう、あ、こういう、こう若い方だってやっぱりその瞬間しかないから、でやっぱ20代にどんだけ現場で踊れるかってかなり重要なポイントやから、なんかね、そういう20代のもうあのエネルギーが あり余っている体がちゃんと活かせる、なるほど、現場がもっと生まれたらいいなとは思ってはいる。まあ、でもその、まあ、近大にしても大阪芸大にしても、一応その大学とかでそういうそのコンテンポラリーのダンスをまあやろうとしてる子らとかいうのは結構行ってたりするのかな。まあいるのかな、いる、まあ、でもその何期生かにもよるんやと思うんですけど、あの多分大阪芸大は、舞踊コースがあるんだよね、まあ、バレーメインの、はいはいはい、だけど近大とかは舞踊コースではないから、で舞台芸術専攻の中で、まあ、その年度年度で、あの演劇やりたい子、スタッフやりたい子、舞踊やりたい子みたいな分かれ方やから、人数はまちまちなんやろなっていう感じですけど、でもね、あの今ダンス部とかめっちゃ盛んやないですか。なんかね、高校とかのやつかな。そうだからね、あのダンス部出身でそういう踊りたくてしょうがない若者はね、有り余るほどいるから。なるほどね。なんかそっからの先のもんがやっぱりないのかね。まあここにはね、おここにはね、いやっていうか、まあまあ割とストリートダンスが中心やん、ああいうのって見てても、なんていうかな、コンテンポラリーって感じではないやんか、その、あのね、まあ、その境目も今難しいなとは思いますけどね。なんか高校野球症候群じゃないけど、まあ、燃え尽き症そこで燃え尽きて、まあ、その後に、まあ、例えば高校球児が、まあ、ほとんどがまあ野球をやめるみたいな、はいはいはい、そういうもんに近いんかなとかって思ったりはするんやけど、まあまあ、そういうもんもあるし、だけどやっぱりこう、あの、ね、プロリーグだけじゃなくてアマリーグもちゃんとあったら、いろんな道が広がるわけやない、まあ、基本的っていう、なるほど、いろんな可能性は広がるわけやん、あの、ね、どっかのコーチになるなりなんなりっていう、なんかまあそういうことが、まあ、ないことないけど本当に少ないし、なんだろう、でも結局こう、うまくそういうダンスやってる子からこう、見る文化、踊る文化じゃなくて、そのダンス作品を見る文化っていうものがうまくつながってないなっていうことに、そうやね、なんかジレンマを感じるから、なんかそこについてはもうちょっと考えたいなとは思いながらも、そんなこと考えとったら自分の作品作れへんからあかんあかんっていう感じです。まあでもね、たまりにもやっぱ考えてもらわんとっていうような話をこの間なんか夜遅うまでベロンベロになりながら話して A ちゃんと話をしてたのすごい覚えてんねんけど、結局何の話をしたかっていうのはよく覚えてないみたいな感じで、あの日はね、なんかね、ただでもそのこうね、若い子らに対してどういうアプローチをするべきか、まあすごいこうなんていうの、言い方としていいのか、まあ育ってるというか、まあ、そういうことをこうどういうふうにやっていくべきなのかみたいな話っていうのをこう集まって話してたのはなんか、まあ、面白かったし、僕は、でもな、いやもう難しい、あ、口が悪くなっていく、こういう話をするといかんが結局ね、あの振付家は育成できないと思います。あのやっぱアーティストっていうのはもう、はい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 、なってしまうものやっていうか、その強度が必要なわけで、そうやね、こうね、手塩をかけて育てるものではなく、ないよね、もうどんな雑草の中からもぐんぐん伸びるもんやから、
そういう意味で育成事業を、ね、今すっごいやろうとしてるけど、うん、育成事業が正しいのか支援事業が正しいのかっていう、うん、その違いはありますよね、うん、なるほどね。そう、育成なのか支援してたら いつの間にか育ってるっていう、そこの違いをちょっとね考えていきたいなと思って。それは確かに大きい違いやんね、うん、そう育成と支援は違うんですよ。そこがなっていうのはあるけれども、まあだから今回 そのコロナに関して その補助金助成金っていうのはほんま、うん、まあ支援やんね。そうですね、育成っていうかまあその、まあ、緊急要してるっていうところもあったからっていうのもあるんやろうね。そう、育成は一時のことだけど、うんうん、支援はね続けないと意味がないことなんですよね、はいはい、なんかそこでも育成ってすぐ終わっちゃうから育ちきらないでみんな終わっちゃうから、うんうんうん、その後のねなんかこう考え自分で考えれることとか、うんうん、自分やっぱね自力でなんとかしようと思うその強い心を持たんと思う、うんうん、そんなそれってどういうタイミングで持てるんやろうか。その北マリンの中でなんかそういうタイミングってあったりした。なんかあった、まあ、言ったらこう、うん、ねその、うん、17からやったっけ、はい、まあ言ったらそのダンスの業界というか、はいまあ、そこに飛び込んでて、うんはいまあ、最初のうちは別に自分が何とかしようってせんでもなんていうかな、まあまあまあ、例えば舞台があり、ねはい、シチュエーションがありっていう状況やったわけ、うん、だけどそれをこういきなり自分が、まあ、ある種例えば主催をやるようになったりとか、うんまあ、その自分の作品を作ろうとするためにまあ動き出すわけやんか、うんうん、それって何かしらのタイミングというかその心を入れ替えるというか心を入れ替える瞬間まで何度もありましたから、うんうんうん、それって何かそのきっかけがあったわけでも、あるきっかけは毎回なんかこうありますよ、うんうんうん、やっぱり作品を作り始めるきっかけとか、うんまあ、なんかこうその創造環境について考えるきっかけであったり、うん、それってちなみに何か、まあ、1個でもいいけどある何か話しやすいやつがあれば、ねその辺ね別にあの無理して喋らなくてもいい、いや無理して喋らなくてもいいというか、うんあのうん、今アーカイブ事業京都市の奨励金で書いてて、はいはい、そこに全部書いては書くことはしてて、それを読めというそれをそうあの9月中に本当は8月にアップする予定だったけど原稿書くのがね長引いて長引いて、なるほどね、そう今2006年まで書いてるわあと14年あと14年分書いて今月なり来月にはちゃんとこうアップするのでそれを読んでいただいたら非常にあのそのこう今まで表に出さなかったあのそれは冊子にはしない、冊子にするとね、うん、永遠に残るからなええやん、やばい若い時の動機ってね恥ずかしいよ、うん、まあね、うんそういやもう俺もう去年のことですら恥ずかしいでしょ、うん、もう過去って恥ずかしいものの集合体やないですか、うんうん、そうやね、うん、あれをね言葉に残そうとするあの恥ずかしめのなんで自らこんなに恥ずかしめをっていう感じには、うんうんうん、なるほど。でもまあそれはちゃんとあのなるほど、ね、事業としてはやりますので、そこに全部載ってるけれど全部そのカンパニーをやり始めたきっかけもね、うんなんかこうファンファーレとかなんかそういうことをやり始めたきっかけとかもこの作品をやり始めたきっかけとかもなんか全部書こうとしてて、はい、はい、やります。そうかそうか、まああのね、それこそ京都に文化庁がやってくるっていうのもあったりしてて、うん、まあその割とこう北マリはそのいわゆる文化行政とかとも割とうまい、まあ、うまいことって言い方失礼やけどなんていうかなきちんとなんていうかなそういうことも含めて、はいはい、まあまあ僕はそれはすごいいいことやと思ってるんで、はい、もちろん、うんうん、なんかそれっていうところの部分っていうのをこうなんていうかな これからのそれってまあ変な話、まあ、自分がやりたいことを、うんまあ、変あのそれこそ助成金使ってやってるっていうこともあるかもしれんけど、はいまあ、それってすごくこう広く、まあ、本来の目的として市民に還元するっていうことで言えば、うんうん、それはすごいうまいことやれてるなっていうのをその僕は旗から見てても思うし、うん、でそこからこう育ってってるその若い人たち、例えば長良ちゃんとかのファンファーレとかっていうやっぱ経験がやっぱすごい大きかったとかっていう話も言ってたりするし、まあ、他にもいろいろいてると思うけど、やっぱそれをこう、まあ、その話も多分この間ベロンベロンの中で言ってたんだとは思うねんけどまあまあ
ね、一応今ラジオとしてこう、はい、残るっていうシチュエーションにはなってるからあれなんですが、はい、なんかそういうものに対してのアプローチみたいなところっていうのは これから何かしらビジョン、まあ、そこのビジョンというか、まあ、あったりはするのかな。いやでももうこれはもう十何年前からも思ってたけど、うんうん、一応ねそういう、まあ、助成金なり補助金っていうシステムがある、うん、その文化芸術をやってて、それはやっぱりこうやってるっていう自覚があるから大いに採択されようという気持ちにはなっていろいろ申請もするしやるけれど、本当はそういうものがなくてもできるようにはしたい。それはどうしたらできるかっていうと、やっぱり観客を増やすことなんですよ。なるほど。でも観客を増やすっていうことはその鑑賞するっていう、その演劇の鑑賞っていうのはさ、ある意味よく育ってる、まあ、いろんなシステムとして学校で演劇見ましょうって、どこの劇団来ましたとか、なんかそういうことはあるけど、ダンスってやっぱ見るものとして成立してないっていう、踊りましょうっていう授業はいっぱいあるんですよ、授業内でね。だけどダンスって踊るものであって見るものではないっていうふうに、これまで そのダンスの習い事文化としてなってきた部分があるから、なんかそれをやっぱりダンスもその鑑賞授業として見るもの、その体を動かしている人を見てどういうものを自分の中で想像するかっていうことをもうちょっとちゃんと作っていかな、観客も増えへんやろうっていうのはずっと考えていて、だからもうそれも散々だからね、観客を増やすためにいろいろやってきたけれど、それでもやっぱりもう根本から考えな、ちょっとこれはどうにもならんのやないかっていうのが今の現状。まあ教育からっていう話、なんか一回その矢崎さんに出てもらった時にも話をしてたんだけど、そのダンスっていうのは今体育の授業としてはあんねんけど、やっぱそれは美術の授業に持っていかなきゃって。違う、音楽の授業だと思います私は。音楽、うん、やっぱりね、うん、そう、体育の授業の中でダンスをするっていうのは、まあ、ある意味理解できるんですけど、うん、でもそれってやっぱ運動で回収されるんですよ、うんうん、だけどなんかね、非言語表現として、はいはい、そのダンスを考えたいなと思った時に、美術もあるし鑑賞っていうのもあるじゃないですか。そう、でも美術でもいいっちゃいいんやけど、でもねやっぱり音楽とダンスの関係ってやっぱり離れられないものではあるわけですよ、うん、っていうことで、やっぱりこう一番近しい関係っていうふうに私はなんとなく、うんうんうん、これまでのね自分 の活動の仕方を見てると、やっぱり音楽とはなんていうのかな、切れへん関係やし、だけどね、ただそう音楽との関係性をもっといろんな風に広げていく、そのメロディーに合わせる、リズムに合わせるだけではなくて、やっぱりこう響かせるっていうこと、振動なりこう響かせるっていうことをなんかもうちょっと掴んだ方がいいなとは思う。まあ、でもそれで考えたら、その、うん、授業で美術と音楽が分かれてるってこと自体もどうかっていうところもあるわね。そうね、うん、芸術っていう括りにして、その中に、まあ、言ったら舞台芸術もあり、うん、美術もあり、音楽もあり、なおかつその演劇鑑賞もありみたいな、うん、そのなんていうのかな、こうメディアアートももちろん出て、うん、まあ、今なんかもっとそういう意味では広がってるわけやから、うん、ね、メディアアートなんか小学校では習えへんってことやもん。そういうなかったよそんな単語。いやいや、もちろん僕らの、まあ、僕らっていうか世代は違うけど、うん、もちろんなかったし、うん、でも今は普通にあるわけやんか。あるんやん。あ、いやいやいや、っていうかメディアアート自体がね、うん、それをこう、まあ、授業として、うんうんうん、やっぱりないやろうなって、その小学生がその鑑賞しにはいかんだろうな。美術館に行ってそのクラシックのコンサートは聞きに行くやろうけど、うん、そういうもんなのかな。どうなんだろう。でも今の小学校生ってタブレット使いこなせるじゃないですか。まあ、だからその二次元のやつなんぼでもあるやろうけど、いわゆるその場所に行ってっていうのは多分ないんやろうなと思いながら、そうかそうか。まあまあ、だからね、そういうこう教育というか、まあまあその門に関してね。ね、なんか小学校も作りたいなって思うようになるよね。この前保育園やったよね。何年か前。いや、保育園はいまだに思っててるけど、小学校も作れたらいいよねって言って、なんかその、いや、校長が福西一郎っていう。
それは楽しいね。子供好きな人ですからね。いや、そうそう。でもなんかもうちょっとわけのわからんもんにね、うん、もうちょっとこう触れてほしいなとは思いますけどね。そうやね、わけのわからんもん、わけのわからんもんというか、やっぱりこう今正しさを教育するわけですよ。まあそうですよね、うんうん、でなんかね、いや本当にいろいろ切ない出来事はあるよ、うん、そうそう。なんだろうね、なんかまあそこら辺よく欧米と比較してっていう話は、うん、こうまあほんまいろんな文献で書かれてることで、その自ら、まあそれが例えばその何て言うかな、こうまあビジネスにももちろん活用されるからっていうところもあるんであろうけど、その自ら考えるっていうことに対して、まあ日本の教育が全然できてないっていう、それってもうその昔のいわゆるサラリーマンのをいかにきちんとしたサラリーマンを育てるために、まあこう作られた教育制度みたいなもんやっていうところから、まあ、日本のその教育っていうのが全然変われてないんじゃないかっていうようなことは、まあなるほどなとかって思ったりするけど、まあね、でも結局なんかその自分が小学校中学校高校の時でもやっぱその先生のカラーというか、やっぱその個人対個人のそのなんていうかな、まあもちろん学問としてはいろんなことを勉強するのは勉強すんねんけど、なんていうかその自分の価値観の中でこうポンってやっぱり印象に残ってるもんっていうのは、やっぱその先生どういう先生やったかみたいなところっていうのが結構重要やったりしたんやなとかって思ったりはしてて、だからそういう意味で言うとこうね、ちっちゃい頃からまあそのもちろん先生もそうやろうけど、いろんな人となんかその出会う場というかっていうのがあるべきなんやろうなと思って、うん、まあね、まあ、だからそういう意味で言ったらそのアウトリーチじゃないけど、まあこうなんていうの、こうまあある種異物がもっとこうそういう教育の中に入っていくっていうことは必要なのかなとかっていうのがちょっと、まあ僕が何できるかっていう話で全然もうここをもう、ま、ね、守ることで精一杯ないけど、そういうことまでいろいろ考えちゃって、まあ、なんかでもそういうことも含めてその表現の場所にしたいというかっていうことを、なんていうかな、ただ単にここに立って何かをやるってことだけが表現でもないやろうしなとかっていうことを、まあでも広げすぎたら広げすぎたでもわけわからへんようになってくるしっていう、ただなんか自分の関心がどうしてもそこにあるからさ、それもどうしようもないねんなと思って、難しい難しい、教育現場はね難しいんですよ、うん、難しくて、だから教育現場変えようと思ったら何十年かかんのっていう話になってくるから、だけどだからね、いやでもね今の流れちょっと難しいね、それを言うと、うん、あのどんどんタブーがね、社会のおいてのタブーがどんどん増えていくわけじゃないですか、でなんかこうこっちもさあ、これ言ったらセクハラかなとか、あこれ言ったらなんかこうパワハラかなみたいなことが増えているから、でこっちもこうそういう風なことを言わないようにしちゃうから、うん、だからある種のまた変なシステム、あのこうあるべきでしょうっていうシステムがどんどん形成されていってるわけなんですよ。でやっぱりもうそこってあの西洋の真似でしかなくて、そうだね、そう、でもさ違うやん文化が、そもそも何でもかんでも西洋の真似したらええと思ったあかんでっていう話になってくるんですよね。でもやっぱりなんやろうね、このね、なんかあるんでしょうね、まあ、なんかグローバルスタンダードじゃないけどね、そうそうそう、うん、ね、なんかでももうちょっとそのまあコロナでも何でもそうなんやけど、あのみんなこのその地方、あの西洋でもさ、うん、町と田舎全然違うじゃないですか、でもうちょっとこうその首都に対す、首都が正しいと思うなっていうこう感覚がもうちょっとちゃんとないとなんか崩れていくよねっていう、都会に住んでる人なんて一部じゃないですか、ある意味ね、世界的に見ても、だからなんか そこからやしなっていう感じはしますけども、それはややこしい、うん、なるほど、はい、なんやかんや言うて、はい、時間になりつつあるんですが、はい、まあ相変わらずの楽しいお話をありがたい聞かせていただいてるんですけども、
10月17日ですよね、北マリダンス食堂ボリューム8スペシャル編270分完全即興でですね、この選曲がですね、はい、キーパーバンギルドというあのバンギルド支援、サイトがございましてですね、はい、それでそのこれ何分いくらっていうか、1分150円から販売しております。1分150円ということですね、はい、だから300円で2分、450円で3分。なるほど、だいたいまあそのポップソングやったら450円で、そうですね、3分ぐらいの曲は販売しております。あのね、どんな小さい子からどんなご年配の方でもご購入いただけます。これってまあ270分売れなかった場合はどうするの？無音や。マジで？マジか。地獄。それきついな。まあだからお互い様ですよ、それは。お客さんも私もきついです。全員きつい思いしよう。まあでもね、まあ買ってっていう気持ちではある。もうこ多分ね、もうせえへんと思う、これは。まあそりゃそうやろ、まあね、まあ今回、まあこういう状況でやっていることやし、いや、まあこれはもちろんアバンギルドとしては本当にありがたい、うん、あの企画ではあるんですけど、そうかっていう、270分は踊る、うん、は踊るけど、最後の方しか音楽流れへんとか、とか、まあなんかそこはね、曲順はどうすんの？曲順は、あの一応買ったもん順にするけれど、はいはい、もし生演奏やりたいとかの人がいたらまたちょっと変わってくるよねっていう話、はいはい、だから選曲って言うたら振り幅大きいやん。ちなみに生音の人って誰か買ってる？いや今のところはいいひんと思いますけどね。それってちなみにいつまでなんですか？販売はね、一応そのね、選曲したものを一応編集したりする時間がございますので、10月14日までにしたいなと思っているけど、これをまだ情報として出してないから、あの出さなきゃいけないなって今ゾッとしてます。そうやんな。そうそうそう。音源自体は送ってもらうってこと？そう、14日までにその担当の永田さんに、この購入者にはそういうメールを送っておりまして、購入された方は14日までに、送っていただくっていう形になっておりますから、販売も14日までにしないといけないと思いながらしてないけど、ね、してしましょう。それを言うことを今思い出しました。なるほど。いやー本当に、いやまだね、まだまだあるんですよ。だからね、ゾッとしてる。内橋さんとか買ってくれたりして、ね、いや内橋さんのこの前 CD 買ったらめちゃくちゃかっこよくてさ、家でずっと聴いてる。いやそうか、そう、無音か、その場合。そうですね、どうすんやろうなと思ってて。歌うよ、私が。悪夢ですよ、私が歌いながら踊るなんて。悪夢の時間ですよ、みんな帰るわ、ヘッドセットつけて、うん、そうかそうか。これ何時でしたっけ？ね、270分あるから、6時スタートにしたいと。6時スタートで10時半に終わろうっていう。で、オンラインもあるんですよ。あ、そうですよね。そうなんですよ、これ。前回出ていただいた江村さんの江村ラボがオンラインで応援してくれる。もうそう、だからそう、そうなんです。もうこれもプレッシャー。これどこで配信とかはまだ決まってはいけないか。まだ決まってないけど、でもなんかね、そのやっぱ著作権の音楽問題があるから、はいはい、ライブ配信のみ YouTube で、そうそう、アーカイブ配信はしないんですよ、だから、はいはいはい、だからみんな好き勝手な曲を、なるほど、ね、童謡だろうが演歌だろうがクラシックだろうがみたいな感じですね。なるほど、ね、まあでも面白いよね、なんかそういう意味で言ったら、あ、この人がこんな、しかもまあ誰がどういう曲をっていうことを知らないわけ、知らないですね、うん、それでも後からこの曲入れたやつ誰やみたいなってなったりするわけやんか。そうそうそう、うん、ね、みんなのとっておきの選曲っていうのが、でね、買う人もこう年代とかバックグラウンドやっぱ別バラバラやんから。確かに、そうかそうか。はあ、なるほどね。それちょっとでもあれやね、もうそろそろ一大キャンペーン的に言わないと。そう、
ね、ね、ね、地獄の275人の前に、もともと地獄なんですけど、まあ、あのどうせだったら、あのね、はいはい、まあ、一緒にイベント開催するようなもんですからね。まあね、ある意味勝った人が無音っていうのもできるっちゃできるし、ね、そう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 、だからね、もうそういうこともできるし、はい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 、ね、そう、手に汗握りながら、はいはいはい、ダンスを見れるっていうことですよなるほど、はい、はい、それが、10月17日、土曜日でございます。ここ、京都木山市アバンギルドでございますので、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思っております。この間、この間というか、5月1日に京大の宮沢孝之先生っていうウイルス専門の人にラジオに出てもらって、はい、で、まあ、それもキーパーバンギルドの方で、まあ、音源を売ろうっていう話になって、まあ、売ってて、まあ、でももうそろそろ YouTube でもいいよねっていう話になって、まあ、宮沢先生と、でこの間上げたらやっぱすごいね。何が？2日間で500回ぐらい再生回数がいくっていう、なんかそのやっぱそのそこそういうこう、まあ、いわゆるインターネットとかの、はい、なんか強みってやっぱそういうところにきちんとあるもんなんやなとかって思いましたね。なんか、まあ、そこら辺を、まあ、もうちょっとうまいこと使えるようにやっぱ僕らもならなあかんだろうなとかって思いつつも、なか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  ね、アナログですからね、やなと思いながらも、そうですね、なんか、まあ、もうちょっとそこら辺を考えつつ、はいはい、多分私はこれだけだと思う、オンラインでするのは、うん、自分が主催で、うん、オンラインはそれは何かしらあったの？いやでもやっぱ買ってくる人がやっぱ京都以外の人もいるから、なるほどね、うん、そうかそうか、そうなんですよ、やっぱりね、足を運ぶって結構大変じゃないですか、状況の中でも。いや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 、やっぱりそう、やっぱり理由がないとできないから。確かにね、そう、ね、どう、あ、もうこの曲やって、まあ、うん、YouTube で見てくれてりゃいいかな、うん、なるほどね、と思ってまして、だからまあオンラインにしようかなって。やっぱりね、そこにこう買ってくれた人の名前が出たら面白いかもね個人情報、個人情報、あ、そこそこそこそうそう、そういうひそやかな、な、うん、コミュニケーションなんですよ、はいはいはい、この曲を買ってくれた人と私とのこう共犯関係、ひそやかなっていうことが ね、できたらいいかなと思ってます。そうかそうか、うん、そういう理由でオンラインをやろうかと、あ、本当にね、普段ね、劇場で1時間とかの場合は一応シャッとしてるけど、うん、4時間半になると本当にダメな瞬間いっぱいあるじゃないですかまあ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 、うんうんうん、なんかね、そういうものもこう、ね、さらけ出さなきゃいけないという怖さはございますけども、まあまあ、はい、はい、まあね、もちろん足を運べる方はぜひ、はい、足を運んでいただきたいなと思っております。ノーチャージでございます、はい、ノーチャージカンパ制でございますので、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。はい、ということで、はい、本日の UR レディオ87回目となりました、公開収録を終わりたいと思います、本日のゲスト北まりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。